あ、そうそう、今回ねお話ししたいことがございまして、 Google とかでトラックで検索かけるんですよ。トラックで検索かけると出てくるワードが労働時間、労働時間で結構皆さん注目されてるみたいで、はい、皆さんお疲れ様です、モコです。久しぶりにね、約1週間ぶりかな、我が家に帰ってまいりました。まあいろいろね、 YouTube 関係でも忙しくしとったしね、お仕事も始まりましたんで、なかなかねまた帰れない日々が続いております。久しぶりの我が家、そして久しぶりのスナックモコちゃん、やっちゃいましょう。それでは皆様、久しぶりのお疲れ様です。お疲れです、お疲れです。うまうま、現在14時、まだお昼の2時でございます。やっちゃっております。あ、そうそう、今日ね、名刺届きまして、名刺が完成しまして、まあ、完成といってもね、増産しただけなんですけども、もうあと数がね、あと10枚ぐらいしかなかったの。だからね、今回名刺と、そしてステッカーはこちらだ。このね、ネストステッカー、これをね、増産しました。全部で今回1000枚ですね、1000枚ね、作りましたんで、ぜひぜひモコちゃんを見られた方、発見されたらぜひぜひ声かけてください。ステッカーを出しますんで、ね、武器も増えたぜ。今回のお酒のあて、こちらです。ドドン、これは魚の切れ端ですね、お刺身の切れ端、切れ端29パです。これで298円、近くのスーパーにね売ってありましたんで、これがお酒のあてで、おなじみ天下一品の小皿にお醤油入っております。さあ食べよう、いただきます。これは何かな、ブリかな、ブリの切れ端かな。うまっ、この切れ端うまっ。で、このステッカー1000枚発注したんですけども、これで100枚ですね、100枚。全部ね、1000枚発注したんですけど、新たに新しくステッカー作ろうかと思って、違うデザインで。今回ね、お仕事でお世話になっている印刷会社がありまして、そちらの方で作ってもらったんですよ。で、そちらの方でね、デザイナーさんもいるということなんで、新しくステッカーちょっと発注しようかなと思ってまして、これ名刺サイズなんですけど、もう少し大きいやつ、一回りぐらいね、大きいステッカー作ろうかな。ねえ、ちょっとね、考えておきたいと思います。久しぶりの我が家、やっぱり我が家がいいよな我が家がいいよなね、モコちゃんチャンネルステッカー、僕あれですからね、モコちゃんチャンネルですからね、モコチャンネルと違いますからね、モコチャンネルっていうね、チャンネルがあるみたいで、 YouTube で僕 Twitter の方はね、フォローしとるんですよしっかりフォローして、時々コメントもしとる、モコチャンネルにね、モコちゃんチャンネルがモコチャンネルにコメントを返すというね、複雑なことになっておりますが、あとそう、最近気づいたんやけど、僕のオープニング動画、あれ、モコチャンネルになってますね。モコチャンネル。今ここ出るかな？このオープニングの動画、モコちゃんになってるでしょ？モコチャンネルになってるでしょ？ねえ、これ間違えとる。最近気づいた。僕はね、モコちゃんチャンネルです。どうぞ、ね、お見知りおきをお願いいたします。あ、そうそう、今日小学校行ってきたんですよ、トラックで。小学校行って、まあ今日ね、普通の日なんですけど、平日なんですけど、今回ね、運動会、僕の子供の小学校、運動会がなくなったんですよ。いろいろ影響があってね。で、運動会なくなりましたんで、代わりに、体育の授業の参観日、体育参観日ってのができまして、それに行ってきたんですよ。まあ何をするかっていうと、ほんと運動会と同じこと、組体操したり、徒競走したり、リレーがあったり、あと、ダンスもあったかな、ダンス、お遊戯みたいな。そんな感じでね、運動会と同じ項目をね、体育の授業でやるということで、参観日なんですけど、行ってきまして、今回ね、朝一の納品あったんですよ。朝一納品があって、行けるかなと思って、朝一納品して、ギリギリ間に合った、8時45分。7時45分ぐらいにね、納品が終わりまして、1時間で、ね、
無事に小学校まで行けましてね、見れた参観日よかった。なんかね、いつもと違った一面、子供の一面が見れた。すげえよかった、楽しかった。よかった、タイミングよくね。なかなかね、家に帰れない生活なんで、こういったね、行事もなかなか行けなかったりするんですけど、今回運が良かったな。で、今日ね、一週間ぶりに帰ってきまして、明日明後日が連休になります。2連休。今日はね、実は、子供たち学校から帰ってきましたら、またね、こっそり旅行を計画しております。今日は小旅行に行ってきます。近くのね、ホテル空いてましたんで、そこにね、泊まろうという作戦で、今回はね、僕の奥さん、ママがセッティングした、考えた。まあね、ちょっと行ったことがないホテルなんで、どういったところかわかんないんですけども、まあね、楽しんでいきたいと思います。ということで、今日もね、家で寝れない。今日泊まり行くんでね、明日ほんと10日ぶりぐらいになるのかな。そしたら10日ぶりぐらいに明日やっとね、家で寝るわけですけども、まあママはね、ママは夜勤って言ったから、まあ、ママはおらんねえけど、子供2人とね、僕と3人でね、何かね、悪いことをしてやろうかと思っております。お菓子パーティーしようかな。お菓子パーティー、お菓子をさ、大量に買い込んでお菓子パーティーするの。ちょっと計画しとこう。あ、そうそう、今回ね、お話ししたいことがございまして、 Google とかでトラックで検索かけるんですよ。トラックで検索かけると出てくるワードが労働時間。労働時間で結構皆さん注目されてるみたいで、今回ね、その労働時間についてお話しできたらと思います。今回ね、僕関東5日行程行ってまいりまして、どれだけ労働したか、どれだけ運転していて、どれだけ休憩して、どんな感じで1日が終わったのか、今回ね、データ日報を写メしてきました。写メ、こっそりね、日報を写メしてきた。スマホがない。労働時間発表します。スマホに入っとる。ナスビだ、ナスビでした。ナスビ買ってきた。1本38円安かったの。これがナスビで、こっちですね、スマホ。僕まだね、 iPhone10 かな、これ。 iPhone10 今12が出てるでしょ。11ってかな、11は違うな。12って何て言うの、 12? iPhone12? 11、12、12か。12が出てるでしょ。あれ買おうかなと思ってるんやけど、どうなんかな、使っとる方おるかな。今回ね、日報ね、1日1枚日報書くんですけど、1日目、5日工程なんですけど、今回ね、金曜日に積んで月着やったんで、これ土曜日からですね。土曜日、11月の7日土曜日です。出庫時間12時です。12時で、休憩したのは岡山県の吉備やったかな。確か吉備でこの日は就業しとる、仕事が終わっとる。12時から仕事をしまして、15時です、就業時間15時。ということで、実質5時間しか、お仕事しておりません。で、5時間連続で運転できないんで、途中30分休憩取っております。ということは4時間半、この土曜日のお仕事は4時間半でした。労働時間ね、意外と少ないよな。まあ、僕ね、以前の会社もそうだったんですけど、基本移動が高速なんで、まあこれぐらいになりますね。そして2日目、11月の8日日曜日です。日曜日は朝の7時、7時に出発しております。ってことはどれぐらい休憩しとったんかな。12、13、14時間ぐらいのんびりしとったんかな。めちゃめちゃのんびりしとる。そして朝7時に岡山県吉備を出発しまして、16時、静岡県で休息取っております。ということは16時ということは7、8、9、10、11、12、13、14、15、9時間だ。9時間労働時間ですね。でも9時間ずっと走っとったわけじゃなくて、途中ご飯食べたりお風呂入ったり、そういった感じで30分休憩取っておりますんで、実質8時間ぐらいかな。運転時間は8時間弱やと思う。それぐらいの労働時間、2日目ね。そして3日目、月曜日ですね。11月の9日月曜日、この日はですね、荷物を月着で関東登っとるんで、荷物を下ろして、でさらに荷物を積んで九州向けで帰るという形になります。この日は朝4時に静岡県を出発しております。
そして就業時間が夕方6時ですね。夕方6時就業ということで、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、3、4、5、6、14時間か、14時間の労働時間になるんかな。まあ、途中ね、待機時間とかあるんですよ。荷物ができないんで待機している時間とかあります。まあ、そういった時間のけますと実質10時間ぐらいかな。待機時間のけたら10時間ぐらいかな、動いとったのが。多分ね、それぐらいになるかと思います。この日はね、2軒おろし、栃木県の真岡でおろして、その後市川、千葉県の市川おろし、2軒おろしやったんですよ。でそこから埼玉県の加須に向かって、加須で荷物を積んで、これはどこ行きやったかな、加須で積んで門司行きや、北九州門司行きね、これで帰っております。その次火曜日ですね。火曜日、この日はね、長野県で眠っておりました。長野県のあずさ川サービスエリアを朝6時に出発、そして岡山県で15時休息取っております。ということで9時間ですね、9時間の労働時間となります。9時間運転しとる、まあ、9時間全部運転したわけがなくって、もちろん休息時間も取っとるし、シャワータイムも取っとる。だから実質ね、結構のんびり途中したんで、実質7時間ぐらいかな。運転時間、労働時間は実質7時間ぐらいになるかと思います。そして5日工程最終日、11日の水曜日ですね。この日は岡山県を2時30分に出発しております。夜の2時30分、そして納品が終わって会社に帰ったのが9時30分ですね。9時30分に会社に帰っております。ということは7時間か、実質7時間の拘束時間ですね。そんな感じでね、意外と労働時間、拘束時間って少ないんですよ、思った以上に。これ予想外やったな。意外と楽な工程やったで、そんな感じで、まあ、僕ね、長距離トラック乗っておりまして、主に関東走っております。でまたね、大阪行ったり名古屋行ったりすることも多々あるんですけども、高速時間こんな感じですね。まあ基本ね、移動高速なんで、まあ、その分ね、給料減ったりするんですけども、のんびりとした工程になっております。そんな感じでね、新たな会社で新たなスタートね、お仕事始まっております。ペースとしてはね、前の会社と一緒ぐらいのペースやと思う。今回の会社はね、結構お仕事を選べたりしますんで、自分の思い通りのペースで、お仕事ね、できているのかと思います。まあね、いろんな方に良くしてもらっておりまして、なかなかいい環境、素晴らしい環境でね、新たなスタート切っております。でまたね、新たな試み、まだね、発表していませんけど、新たな試み計画しております。トラックの中でね、家電を使おうと思っておりまして、大きな家電ね、まあいろいろ家電あるんですけども、いろいろね、家電も導入して新しいね、車中生活送れたらと思っております。そんな感じで、あ、お酒飲んでないとな、あんまし、ビールあんまり飲んでないとな、まあええかそんな感じで、また明日、またね。